日の夜から君がいなくなって24時間が経った。僕はまだ一歩も外には出ていない。マイペースでよく寝坊する。君のことを思って5分早めた家の時計。ああ、もう意味ないな。タバコの嫌いな僕を気遣ってベランダで吸ってたっけな。カーテンが揺れて目が熱くなった。もうそこに君はいない。もっとちゃんと僕を見ててよ、もっとちゃんとって、その言葉が君には重かったの。もっとちゃんと僕を見ててよ、もっとちゃんとって言わなければ君はここにいたかな。僕のことは多分君がよく知ってる。眠たい時に体温が上がる。キスは短めが好きってことをもその時を思った。僕は君のことどれくらい分かってたんだろう。一番最初に浮かんできたのは君の好きなタバコの名前。もっとちゃんと君を見てれば、もっとちゃんとって今さら気づいても遅いような。もっとちゃんと君を見てれば、もっとちゃんとって今気づいたって何の意味があんだ。君が置いていったタバコ、僕の大嫌いなものなのに、どうして火をつけてしまった。君の匂いがしたのさ、君の匂い。一口吸ってしまった。でもやっぱりむせた。もっとちゃんと僕を見ててよ、もっとちゃんとって言わなければ君はまだここにいたかな。もっとちゃんと君を見てれば、もっとちゃんとって少し